井上貴子のたかこちゃんチューブ。皆さんこんにちは、井上貴子です。今日はですね、11月にデビューしたのりを迎えて、プロになったんでね、いろいろねほりはほり聞いてみようかなと思いまして、はい、ゆるっとやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず、はい、どっから聞く？のりっていう名前の、はい、その NOO にスラッシュが入ってる、はい、そこら辺とか聞いてみようかな。元々格闘技のリングネームでのりって名前だったのを、ローマ字にするときに、なんか普通ののりだとなんか寂しいなと思って、で一画追加したいなと思って、何に何が追加できるかをいろいろ調べたんですよね。でなんかそれで O スラッシュがかっこいいなと思って。確かにね、ボーイみたいな。ボーイ知らない世代知らない世代ですけど、私ファンクラブ入ってたんであれはいいよね。はい、最後に丸つけたり、はい、点をつけたりっていうのはありがちだけども、あえてスラッシュしました。あ、でも確かにのり丸とか、ね、候補にあったんですけど、そうだよね。たかこさんもかんどりさんも本名で、でもかんどりさんは忍がひらがなが本名だったんだけど、本名も変えちゃったんだよね。なんかそのなんとか占いみたいなので、あんま良くないって言って、でそのかんどり忍が、あれがリングネームだったんだけども、あれを本名にしちゃったの。逆パターンっていう。で私はいつかリングネームがつくだろうと思って最初本名でやってたんだけど、もう気がついたらずっと本名だったっていう。アイスリボンにいた時は、はい、もうノリ？そんな時はノリデートってデートができたんですけど、 そこももうなくしちゃってっていうので、ノリ、法律の、あ、そうです、法律の方でノリって呼んでました。プロレスラーのリングネームってその上にカタカナがついてくるパターンが多いじゃないですか。ジャッキー佐藤みたいなね。タカコさんの時代っていうのはそこは言われることはなかったんですか？いつかだから会社がつけてくれると思ったんですよ。なんとか井上なのか、なんとかタカコっていうのをやるのかなと思って待ってたんですけど、全然変えてくれなかったから、あ、このまま行くのかみたいな。タカコさん的にはなりたかったとかですか？そのつけてほしかった、あった方がいいですよね、プロレス。なんかこうリング上がった時になんとなく変われるような気がして。そうですね。じゃあもしもつけるならコメント欄で募集してみます今さらみんなこんなのが良かったんじゃないかって思うもん。そうか、でもバズるかもしれないからな。何でもやってみよう。なんならじゃあ私もLLBWX の会社の方につけてもらいたいです。え、今からすごいのつけられちゃう。カンドリさんだよ、はい、大塚のりなんか可愛いですまあでものりっていう名前で11月にデビューして、はいはい、どうだった？久しぶりにリングでお客さんの前で。はい、もうとってもなんか楽しかったです。あ、楽しかったんだ、はい、すごい。なんかもう当日はバタバタしてたりとか、なんか試合終わってもなんかこう反省とか、ああもっと動けたかなとか、こう自分なんかすごい出てる選手がすごい豪華な選手ばっかりだったので、どうにかしてLLPWX のデビューしたのりですっていうのもみんなに印象を残ってもらいたいとかってすっごいいろいろ考えてたんですけど、デビューしてのその1戦目だし、なんかすごいみんな優しく言ってくれてるのかなとかっていうのがあって、素直にこう気持ちを受け取れなかったんですけど、動画を見たらちょっと映像のこのカット割りというか画角も相まって結構いけてるんじゃないっていうので、なんかそこで自分のモチベーションを持ち直したと言いますか。よかった、はい、そうなんだよね。意外と自分が思ってるのと見てる人の印象と、あと見てる人は結構もう十人十色というか、いろんな意見を言う人がいるから、はい、私は良かったんじゃないかなと思って、まあ、あの人たちがやっぱりすごいベテランなんで引っ張っててくれてるし、はい、フォローしてくれてるなっていうので、とてもいい試合だったなと思うんだけども、はい、
あのやってる人は必死だから、でしかもお客さんの前で久しぶりにやるから、はい、結構おテンパるって、はい、あれであの実際映像見ないと分かんないよね、はい、うん、でも蹴りとかやっぱり格闘技やってるからすごいキレがあったし姿勢が良かったしタイミングがすごい良かったっていうか、はい、うん、いやなんかめっちゃ綺麗だった、蹴りがあって良かったって思いましたなんかこれからどんどんいろんな、うん、プロレスの技というか、うん、そういうのもやって、うん、覚えていきたいし、うん、まあ、いずれは自分の技とか、うん、考えてやっていきたいなっていうのは、そうだね、はい、私もねやってもらいたい技が一個あるんだよね。そうなんですか。そうなの、あるんだけどまだ教えない頑張ります、教えてもらえるようにそうだね、なんかまだあのプロレスの基本的な技というか、はい、なんかそれを全部教えてないから、それをある程度できるようになってからかな。はい、うん、分かりました、ありがとうございます。わーとっても楽しみです、やったー。たかこちゃんチューブ。そんで普段は、はい、どういうことをしてるの、その練習とかプロレス以外の。以外だと、まあ、大体こう、時間があれば、うん、ちょっと今気になる作品とかがあると、映画とかを見に行ったりとか。好きなんだ、映画。はい、映画が好きというよりは、なんかアニメが好きだったりするので、なんかそこら辺を見に。オタクです。こうか。オタクで。子供の頃って、こう、ドラマ派かアニメ派かみたいな分かれたりとかってないですかね。なんか自分の時は結構それがあって、うん、で一番もうみんなアニメばっかりで、お母さんも、いや母親は見ないです。そうだよね、お母さんが私と同年代なので、多分お母さんは子供の時はアニメだったけど大人になってきてドラマを見始めた人だと思うんだよね。全然なんか母がなんかテレビ見てるとかっていうイメージはあんまないんですけど、ストイックなお母さんだからね。話してもなんか全部またアニメとかって言って、うん、もう漫画もアニメもゲームもアプリとかもなんかいわゆるそうイラストを見るとアニメでしょって、うん、もうなんかもう一括りにするので、はいはい、そうだよ私は違うの違うです、違うんだ、細かくあるんですけど、はい、中でもドハマりした作品そうですね、とっても悩みますね。どういうジャンルというかどういう系統で絞るとかじゃないと難しいんですよこの質問って本当に怖い。だから 今ハマってるものはって聞かれるとこうっていうか、うん、何が好きとかで言うと、いやジャンルとどれぐらいのハマり数ととかどれぐらい課金したかと なんかそれのジャンルによって違うんですけど、へ、なんかその作品に対してなんか見るのが好きで終わる作品もあれば、うん、なんか見るのもまあ好きだったけどどっちかというとこのグッズを集めるのが好きになる作品があったりとかいろいろあるんですけど、今はそうですね、1月にスラムダンクの復活上映があったので、はい、うん、そこはもう漏れなく見に行ったので、うん、そこからまたスラムダンクを再熱して、うん、アニメーションと漫画をまた何週かしてます。へえ。一週じゃちょっと終われないので、へえ。で、漫画も読むの。漫画も読みますね。練習してますよね。してますよね移動時間とか、あとはなんか映像がもう頭の中に入ってれば移動中その音声だけ聞いて今このシーンかとかつって、見てたらこう人にぶつかっちゃうので、まあ確かにね、いるもんね、そういう人。なんかすごい好きなシーンだとこうやって見ながら歩いちゃうんですけど、うん、まあ、なるべくこう音だけに聞いて、うん、想像でね、はい、想像で、はい、いますね。それはいつかプロレスに役に立つ時が来ますかね。まあそう来たら嬉しいですけど、うん、でもなんかもう趣味っていう、なんかもう行き詰まったと思ったら、なんかもう息抜きみたいな感じの、それはでもね、で、はい、必要だよね。いますね。たかこさん、ちなみに、もう買ってまで読んだとかっていう漫画ってあるんですか？買ってまで読んだ漫画は、そうだよね、ろくでなしブルース。ろくでなしブルースは全部持ってる。へ、え
良漫画ですよね。うん、不良漫画なんだけど、可愛いんだよね、主役が。へぇ、前田大さん。とっても可愛い。あ、ちょっと見てみます。うん、面白い。はい、で見てみます。うん、それは役に立ったんですか、これ。まあ、役に立ってますよ。はい、いろんな意味で。でもね、あの移動中、私たちが、バスで移動してた時は、はいはい、やっぱり今みたいに携帯とかがなかったから、やっぱ読むものが本か漫画かっていう感じだったので、結構漫画を読んでたよね。あ、うん、時間があれば見てしまいます。もうそれがやっぱりその私生活で一番自分の中で占めてる感じ。そうですね、今はそのターンになってます。結構なんか期間によってはもうずっと外で出かけることにハマると、うん、なんかまあ自転車出して移動したりとか。あ、じゃあお金、自分のお小遣いを何に使うかって言ったら、ほらいろいろいるじゃん、はい、洋服を買いますとか、はいはい、あの食べ物食べまくりますとか、はい、いろいろいるけど、一番使うのはそこ。そうですね、そうですね、そこが一番使いますね。なんかもうグッズも漫画とかも含めて、多分そこに一番お金買ってますね。時々買ったやつ、買ったこと忘れて、なんか現地で買って通販で買ったの忘れてたから、ダブることもあります。まあ、そしたらまた売ればいいね。はいはい、そうか、面白いな。高子さんはお休みの日とかって何されたりするんですか？私はね、私ドラマ派、結構ドラマオタクなので、はい、今やってる、その普通に民放でやってるドラマを今 TVer で見れる。はい、見れますね。だからそれを見て、でそれが全部なくなったら、今度は Netflix とか、はい、ディズニープラスとか、はいはい、ああいうので探して見る。韓国かアメリカだね。あ、うん、休みで丸々休みってなったら、めっちゃ早起きして、もう早い時間にやることを全部やってしまって、掃除とか、はいはい、あのうちのワンちゃんのお散歩とか、はい、そういうトレーニングとか、そういうの全部早い時間にやって、もう10時ぐらいからずっとドラマっていう。いいですね。で途中でお風呂をためて、はい、お風呂の中にも今度スマホを持って行ってドラマを見るっていう。ずっと見てる、夜中の2時ぐらいまで。おお、すごい、うん、一気に見る。一気見ですよね。ハマったらそうですよね、うん、だから私がそのオタ活にハマったらすごいやるんだろうなって思っちゃう。ハマらないけど。タカコちゃんチューブ。レスラーとして、例えばノリ選手に対して、こういうことやっといた方がいいよとか、そういうのってあるんですか？聞きたいです。レスラーとして、まあでもあのやっぱりお客さんが感動してもらいたいわけじゃない、はい、だけど感動してもらうために、感動してねっていうあれで感動してもらうわけでもないじゃん、はい、本当に自分が、気持ちをちゃんとリングでお客さんにちゃんと出せるかっていう、その素直に出せるかっていうところでお客さんが感動するわけだから、そのせっかく気持ちがあるのにお客さんに伝わらないかったりとか、そういうのがもったいないから、そういうその普段から嬉しいとか悔しいとか悲しいとか、そういう気持ちを人に出せるように習慣みたいなのがあるといいよね。レスラーの方って結構口悪い人多いじゃないですか、バイクの時に。そうですね。皆さん字でやっぱヤンキーなんですか？あれなんでヤンキー言葉みたいになっちゃうんだろうね。でもその方が伝わりやすいからじゃない、こうあえて。不良、もう字が不良な感じですか、それとも。でも結構普段の時って普通にお人やとかっていうか、うん、ね、普通に喋るじゃん。品があるよね。はい。品があると、まあないと思いますけど。高子さんのバイクとかだったら怖いじゃないですか。そうなっちゃうの。なんでだろう。そういう字なんですか。いや、作ってる。
本当の自分はどっちですか。本当の自分を出さないようにして作ってます、あれは。本当の自分は優しい優しいのもうね、優しくて何も言えないんですよ、いつも。プライベートで喧嘩するときって どういう感じなんですか。ガーってやっぱなるんですか。喧嘩、はい、喧嘩、誰と喧嘩するの。いや、それはもう家族と喧嘩するで、親子喧嘩もあるでしょうし、まあ、人によっては兄弟喧嘩、ご友人ととかね、お付き合いしてる方とかあると思うんですけど、喧嘩はあんまりないけど、もう今ね、このもっと若い時はあったけども、親とも別に喧嘩もしないし、でも喧嘩したらまあ、これは強いよね、やっぱりちょっとこれだけは強いっていう。いや、その口喧嘩に勝てたことがないというか、うん、あんまり自分喧嘩もしないんですけど、うん、そんな感じで、ね、喧嘩しないんですけど、やっぱ子供の頃喧嘩しても上に兄がいるので、うん、わーって言ってもボコって折れたんで、ボコってされるととってもへこむんで、うん、なんかそこからこう反抗するとかっていうのがあの、そうだね、はい、そういう感じだよね、はい、なんで口で言われてもあーそうなんだって思っちゃうから。そうなんだよ、それがね、プロレスは結構言い返さないと、はい、そうですよね、本当に負けちゃうし、あの面白くないじゃん、はい、だからやっぱりちょっとこうヒートした方がいいんだよね。そういう漫画読んだらいい。そうですね。まだあのロクデナシブルースから、はい、読んで、加古さんのバイブルを。ロクデナシブルースは面白い。ちょっと見て勉強しようと思います。加古ちゃんチューブ。プロレスラー像っていうか、はい、自分がこんな風に言って。一番はでもやっぱお客さんに。感動というか、やっぱお客さんが自分に感情移入をしてくれないと、うん、その感動っていうか、まあ、その喜怒哀楽とかも全部伝わらないので、うん、なんかそういったかお客さんも引き寄その感情ごと引き寄せられる選手になりたいっていう憧れというか目標というかはあります、うん、まあ、そこをやっていく中で、まあ、どういうファイトスタイルになっていくとか、うん、どういう選手像になっていくかっていうのはちょっと模索しながらかなとは思ってるんですけど、うん、一番はやっぱお客さんを喜ばせたい感じ、うん、もう私が負けたらもうみんな、うわなんで負けたんだよとか私が勝ったらもう私以上に喜んでもらえるような、そういう魅力のある選手になりたいです。あ、そうね、理想だね、はい、プロレスにしろ格闘技にしろ、まあ、他のジャンルにしろやっぱ、うん、こう見て応援してると知らなくてもこう熱が入るじゃないですか、うん、だからなんかそれを、まあ、自分もみんなを巻き込んでいける選手になりたいっていうのはあります、うんうん、いい目標だと思う、うん、だんだん私の口調が悪くなってったら。そうだね、はい、そうね、今なんか普段喋ってる時は全然悪くないもんね、なんか喧嘩しそうにもないなっていう感じは。喧嘩の仕方を忘れちゃったじゃないですか。練習生たちの方が激しいよなんか見てるとヒヤヒヤしちゃいます。え、そんなこと言っていいのみたいな。ヒヤヒヤするね、はい、するので、なんかまあでも自分もそういったところは、うん、まあなんかあんまりそんな周りに気を使うとかって思ってるわけじゃないんですけど、うん、なんかやっぱ最低限のこうラインというかっていうのはあるんですけど、うん、そうだね、うん、まあ、やっぱリングに立ったりとか、まあ、そのレスラーとして見られてる自分でやっぱそういうところは今後どんどん外していく練習はしていかないかなっていうのは本当に思います、うんうんうん、ね、まあ、練習のレベルも今後もっと上がっていくから、はい、まあ、その中で絶対に私たちも多分厳しくなるし、はい、したら多分チキショって思うことが絶対にあるわけ、はい、しクソって、だからその時にそういう気持ちを出せるかっていう練習をしたらね、はい、とっても楽しみなんですけど、まだできないことがいっぱいあるので、うんうん、そうだね、はい、そこはちょっとずつクリアしていきたいです、はい、あとはもう場数を踏むことだと思うので、はい、もうちょっとなんだけど、あの他の人と他の団体の人と絡んでも、もうそんな大丈夫かなと思ったら、ちょっとこうオファーかけて出てもらうみたいなこともあると思うので、はい、あ、
ちょっとそこにしっかりと行けるように、うんうん、今年中にはそう、ね、はい、行けるように頑張ります。行けるでしょう、はい、今目の前で、まあ、コーチだったりとか、まあ、もちろん団体の上司としてとか、はい、まあ、カントリーさん、タトさん、役者さんとか、まあ、いらっしゃいますよね、いっぱい、はい、一番この人とはやりたくないっていう先輩。やりたくないですか先輩、身近にいる先輩であんま人とは試合やりたくないっていう。試合やりたくない、悩むな。いや、なんかあの初めは貴子さんとは組んでやりたいとか、なんか頑張ったんですけど、やっぱなんかやられて覚えることっていっぱいあるよなって思うとやりたいですけど、でもなんか本気の貴子さんのあのリング上の貴子さんはやっぱ違うので普段と、そこはちょっと組むのはいいけど、はい、やるのは怖いです。意外に一番嫌だ。本当に私が一番マシだと思ったのに。いやいや、もう山下さんとはもう対戦してるので、あんなに帯が痛いとは思わなかったですよ。痛いよね、あれは。ちょっとスタンガン持ってないですか。ああ、そうだ。高子さん、それもあるから。そうだ。怖いです。あの、初めてセコンド入った、高子さんが入った時とか、もうなんか私、セコンドなのに逃げちゃって、やばいやばいと思って、もうスタンガンにビビってしまって、多分そこが一番大きいかもしれないです。あ、そうか。はい。じゃあ、いつかやりましょう。はい。シングルマッチ。高子さんに、いいよって言ってもらえるように。うん、そうだね。まあでも、うちの中で、うちの中でいずれは、その、試合が、その何本か決めて、はい、もう本当、純粋にうちだけで試合ができるようにしていけたらいいなと思ってるから、普通にシングルマッチもあるだろうし、はい、タッグマッチもあるだろうし、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。じゃ今日はのりでした。のりでした。ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。